やってまいりました、神奈川の鶴岡八幡宮。ここからですね、鎌倉の、名観光地をどんどん、巡っていきたいと思います。マーマンさんと、おなじみナオマンさんが一緒に同行してくださって、でちょっと謎の人物の方がね、まあ、これからいろいろ回って神社など、名店など回っていきたいと思います。それでは行きましょう。ここがですね、小町通りで、鎌倉では有名な通りでございます。じゃあお昼時なんでね、まずご飯です。どうしましょう。まず海鮮系か、うどんそば系か、がっつり肉系ですね。あー、どれもいいですね。じゃあまず海鮮系挙手。はい、お、なるほど、1票、まあ、3人の中の人なんですね。シラス丼とか有名ですか。じゃあ次行きますよ。シラス丼食いて、そば、うどん系。はい、決まってしまった。最初はグーじゃんけんぽん。予定通り、そばは関係ない。メニューはこんな感じですね。いいですね、ちょっとこう風情があって。自分が頼みましたのはつけ天です。で、なんと直政さん、これ何ですか。つけ天ですね。え、つけ天です。これはママさんなんですか。僕のはですね、つけ天ですね。おお。でね、カメラマンの大満さんが頼んだのもなんとつけ天なんですよ。へえ。裏方スタッフもつけ天という。腰がありそうですね。これは、でこれに天ぷらの。つゆにかけまして、うまっ。これはうまい。なんかエビ天ちょうだいよ。これは大事なものがダメ。天ぷらの方をいただきたいと思います。これはナスですね。プリップリですね。その衣のサクサクの中にそのナスのプリップリの感じがとても出ていて最高の味です。大山さん、つけてもお味の方どうですか。ナスの方がなんか油を、あ、ナス自分さっき言ったんで、エビですか。エビですか。エビですね。この結構ね、ザッ、はい、全員完食であります。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。美味しかったです。美味しかったです。報告時にやってまいりました。で、ここはナオマンさんがね、とても行きたがってた場所だったらしくて、どういうところがおすすめですか。そうですね、やっぱり竹林がすごい綺麗らしくて、中のその幻想的な景色を楽しみながら抹茶も楽しむらしく、はいはい、それがとても自分は楽しみです。なるほど、行ってみたいと思います。音ではない、音ではね。竹林を見ながら体感だけですと200円で、抹茶を作って、飲みながら拝観すると、700円というお値段になっています。ですね、この竹林の空気がいい匂いですね。 TV のメモもはしゃいでますね。周りにもいい時なんでね。いいですよ、本当にね。皆様おすすめですよ。また晴れの日に来たら、もうエビフライは、いや、もう食べたから。
スイートの、ね、低いな、すげえな、これカメラで、うえ、うえ、おっ、はい、このね、竹林に囲まれた中で、彼はね、中で、ことで聞こえてます。そう、本格的な抹茶を飲みながら、この竹林を見て、一休みです。匂いを嗅いで、たまりませんね。匂いだけでこう、では飲んでいきたいと思います。うまし。うん。ああ。おお。感想を聞かなくても分かるこの食レポです。